今回あのとの方でですね被災をされた方々はじめ、本当に辛い思いとか今も苦しまれている方々もたくさんいるとは思うんですけれども、そういった方々が少しでも元気をもらって帰っていただければなっていう、聞いてくださる方々一人一人に勇気と希望をお届けできるコンサートになれるように、我々自身も決意を持って演奏させていただきたいと思っております。